はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと特別に、お店さんの方からですねお呼びいただきまして、オープン前にお邪魔しておりますので、いろいろとお話をしながら撮影していこうと思います。今日ですね、訪れているお店さんなんですけれども、こちら秋葉原にございますメリノさんというラムシャブ、タンシャブがね食べ放題なお店なんですけれども、こちらのお店ね、普段はラムやタン、使って健康志向なね、太らない、お肉、そういったね料理を提供しているんですけれども、こちらのお店さんでですね、なんと逆をいくですね、これメリローという野菜と油、これがっつりと乗っかったいわゆる二郎系みたいな、そんなね鍋の新メニューが始まったということで、本日はですねこちらのですねメリノさんでこのメリローがっつりと食べていこうと思います。じゃあそしたら鍋早速お願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、メリローの特製の鍋でございます。これがマシマシサイズですね。はい、ということでですね、ただいま鍋が到着いたしました。でセットメニューがちょっといろいろとありますので、そちらもねお持ちいただきましょう。ということで、本日ですねいただきますこちらメリローのコースメニューですね、すべて到着いたしましたが、いやすごいね、もうちょっとねこのもう鍋から相当いい匂いしてますんで、早速ねこちらいただきたいと思います。まずねこれお通しでいただいてますんで、このチーズフォンデュですね、チーズフォンデュか洋と和と入り乱れてますねちょっといただきます。うん、うまっ、うん、あもうちょっとすでにワインとか飲みたいですね飲み放題がついてる、車で行っちゃったんですよねで、もともとソフトドリンクはこの通常のメリノさんのコースの中でも、ついてくるって感じなんですね。で一回ねこれ野菜ちょっと崩させていただいて、そしたらこの辺りでですね、まずこちらのラム肉をねいただきたいと思います。多分ね、動画の後半はもうガサッと入れちゃうと思うんだけど、基本的にはガサッと入れたくない派なんで、まずはね普通にちょっとずつ入れさせていただくとして、ひとまずこれ野菜ですね。ああうまっ、これだけで全然米食える。はいとですね、このニンニクとラム、野菜とこれ全部ね絡めさせていただきまして、うまそう。ちょっと卵をつけてってことだったんだけど、まずはねちょっと一口目そのまんまいかせていただきます。あっつ、うまそう。ニンニクの香りとかもあるし、もともとのねこのタレっていうのスープっていうか、そこのね香り旨味とかもあるんで、ラム肉だけど全然臭みないですね。いやこれすぐなくなっちゃうな。ちょっとねこれゆっくりだと、マジで動画の尺が3時間ほど撮影になってしまうので、ちょっと薪でお肉を入れさせていただいております。ちょっとねせっかくなんでこの辺りでこの生卵をつけてねちょっといただきたいと思います。失礼します。ちょっとこれニンニクも入れちゃおっか。一回食べ出したらみんなも止まんなくなると思うわ。うまっ。僕はね今日せっかくねお呼びいただいたんで、そんな無理するぐらいのやばい大食いはしたくないんだけど、ちょっとねこの大食いの人間にどれぐらい食べれるのか一回試してほしいかもそしたらこの辺りでこちらのねタンシャブもいただきたいと思います。
いやこれタンもうまそう。これもちょっと卵つけずにね、そのままでいただきます。うまっ。うん、ああうまっ。うん、米だな。ちょっといっちゃいますか。追加でね、贅沢にここに油入れちゃいましょうか。うわ、この油たまんないな。うん、まっ。あ、そっか、背脂もあるから牛、豚、で、ラムとこれ味わい尽くせる感じだね。油、こう増すと一気に香り変わりますわ。一気に変わるっていうか、もういわゆるあの匂いですね。あのラーメンの匂いしますね完全に。うん、うまっ。やっぱりしゃぶしゃぶでね、なかなかこうがっつりと食べれる重たいメニューっていうのは少ないと思うので、まあ、男性の方とかでもしっかり満足できるみたいな、そんな味付けになってますね。ちょっとね、この辺りでそろそろまずはじめにこのメリノスパイスでちょっと味変してみたいと思います。うまそう。香りがいいのよ。あー、うまっ。うまいね。もともとね、こういうラムのスパイスって多分臭み取りとかね、目的として入れると思うんだけど、まあ、そもそもメリノさんのこのラム全然臭みがないから、もうシンプルにこのスパイスかけるとうまみと香りが足されるって感じで、食欲めちゃくちゃ湧くな。うまい。このメリローの方が唐辛子とかがね、もともと入ってるんで、ちょっとピリッとした辛みはこのスパイスにすごく合うかも。ちょっと腹いっぱいになってきても、このメリノスパイスかけるとまた食い出しちゃうと思うよ。これは多分ね、いくらでも食えるわ。うまっ。ちょっとね、この辺りで一旦これ追加ニンニク大丈夫かな大丈夫かな、これ今日誰とももう会えないな。そしたらこの追加ニンニク入れてこのタンと、続いてはこちらのカレースパイスで一旦ね、ちょっと味変してみようと思います。もうね、香りがね、反則していただきます。うまっ。うん、牛タンカレーがうまくないわけないもん。最高だなこれ。ちなみにね、大食い仲間で言うとマックスさんがラムとかマトンとかほとんどね一切食べれないのよ。でもここのラムだったら全然いけると思うな。臭み全くないから、ちょっとね、ラムとかマトン苦手だよっていう人でもぜひね、ちょっと一回ここのしゃぶしゃぶ食べていただきたいですね。裏技でチーズフォンデュにチーズにつけるっていうのも美味しいんで、よろしかったら。そんな裏技あるんですか。ちょっとね、今教えていただきました。ここのチーズフォンデュのチーズにまたこれをディップすると裏味変になるってことなんで、フォンデュチーズでね、これ味変いただきます。これ好き。うまっ。ラムとチーズですもんね、合わないわけないですもんね。うわ、これめっかうまいな。うまっ。うん、このチーズ入れカレースパイスを。
これうまい。うわ、これうま。うん。本当はね、もっとおかわりしたいところなんですけど、もうすでにですね、撮影が4、50分ぐらい経ってますんで、ちょっとね、このお肉入れて、締めをね、楽しんでいきたいと思います。今回はね、このお肉食べてる間に、追加のタレとかは注文してないんだけれども、辛味、ごま、で、ネギ塩だれ、タレの3種もね、有料で追加できますんで、無限に自分のアレンジが楽しめると思うわ。じゃあ、せっかくなんで、締めの麺行く前に、また後半のね、この全部油とかニンニクが染みた卵につけてもうまいの。うまい。一旦これで入れた肉は終わりなので、最後締めのですね、ちょっと乾麺を見させていただきます。よっ、ありがとうございます。この締めの麺用に漬けだれを頼もうと思いまして、辛味だれ注文したんですけど、一番辛い幻ですね。すっごい見た目です。いや、ちょっとね、頼んだ手前怖いんですけど、まあ辛いものね、好きなので多分大丈夫でしょうということで、ちょっとこの締めの麺とね、合わせて後ほどいただこうかなと思います。うん、うまい。ね、これ乾麺できましたんで、締めいただいちゃいましょうか。一旦そのままでね、いただきましょう。あー、うまっ。やっぱね、乾麺だから、もう油感とかニンニク感とか煮込んでる間にね、すぐ染み込むんで、鍋の旨味がね、全力で入ってる。あー、うまっ。この辺りでね、ちょっと追加させていただいたこの辛味だれの幻でね、いただこうと思うんですけど、多分すすったらダメなやつだな。あ、うまい。この辛味だれめちゃくちゃ美味しいわ。辛いけど、なんかちょっとね、甘みとかもしっかりあって、まあ、お肉にももちろん合うだろうし、この締めのね、漬けだれとして食べてもバッチリ合うと思います。うん。うまっ。普段のね、大食いに比べたら、まあ量で言ったら半分以下ぐらいかもしれませんが、これぐらいのね、お腹で帰るのは一番幸せ。本日のね、麺もこれで最後ですね。うん、うまい。ということで、ただいまですね、こちらメリロすべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。本日はですね、こちらメリノさんで新しくですね、始まったメニューということで、メリロ、やっぱりラムとかタンとかを使ってね、低脂質で、まあ、低糖質、結構ね、健康的なしゃぶしゃぶを提供されてるお店さんが、もうね、真逆ガツンと太れる、もう最高の美味しいしゃぶしゃぶになっておりました。やっぱり他のしゃぶしゃぶ屋さんとかに行こうとしても、こういう鍋ってなかなかないと思いますし、男性だとね、ちょっとしゃぶしゃぶ軽くてすっきりして物足りないなって方もいらっしゃると思うんですけれども、これであれば間違いなく満足できるかと思いますので、ぜひですね、このメイドさんでこのメリロを食べていただきたいなと思いますけれども、今ねちょっと確認したところ、これの販売の終了時期っていうのはまだ未定みたいなので、この動画を見てですね、食べたいなと思ってくださったら、もうすぐにこちらのメイノさんでこの終了になる前にぜひ食べてみてください。あとは最後にお伝えしておきます、別に案件ではありません。はいということで、本日もご視聴ありがとうございました。
この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日動画として公開させていただきましたこちらの店舗メリノさんですね、もともとオープン当初なんかはこうしゃぶしゃぶお肉の上に綿飴が乗ってるような状態で提供されるので、結構インスタ映えというか写真映えがして、ネットでもね一時期バズったということで、いやーなんかねこう見た目でというかこうバズったものって僕基本的にそんなに行くことはないんですけれども、やっぱりですねこのバズる、で人気が出るということはですね、まあもちろん料理も美味しいということで実際にね行ってみたところ、今回はデフォルトメニューとは真逆のようなこう太れるしゃぶしゃぶだったんですけれども、味は抜群に美味しかったです。正直ですね、マシマシでいただいたニンニクどん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 追加したんですけれども、家に帰ったところですね、普通にうちの妻にですね、一言目に腐って言われましたまあそんな感じでですね、ガツンとしたパンチのあるしゃぶしゃぶですので、気になった方はぜひこちらのメリノさんで新商品メリロを食べてみてください。で本日のですね雑談コーナーといたしましては、最近というかちょっと前からね始めてる家動画、一人でねこう黙々と作って食べるみたいな動画なんですけれども、近々というか毎週投稿というか撮影がねできればいいなぁと思っております。もちろん外に撮影行ってね、いろいろ機材構えて好きなお店行って紹介するっていう動画もすごく楽しいんですけれども、動画をね始めてから結構コメント欄の方にもねこう普段とはまた違った、食欲が湧くような動画ですみたいななんかねありがたいコメントとかもいっぱいいただいているので、普段のねこのお店を紹介するだけではなくてもただただ食べたいものを僕がずっと食べるっていうね、そんなね家動画も定期的に更新しようと思いますので、ぜひですねそちらも楽しみにお待ちいただければと思います。ということで本日はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。